人が倒れています。私たちと一緒に救命しましょう。守備者発見、周囲の状況。よし。安全を確認して近づきます。わかりますか？反応を確認します。反応がなければ応援を呼びます。普段通りの呼吸があるか、10秒以内で確認します。呼吸がなければ、直ちに胸骨圧迫を開始します。胸骨の下半分を約5センチメートル沈むように圧迫します。1分間に100から120回のテンポで絶え間なく圧迫します。AED は到着次第すぐに使います。 AED の電源を入れ、音声に従って準備してください。成人用の電極パッドを使用します。小児用パッドは使用できません。右前胸部と左側胸部に電極パッドを調布します。解析が始まったら胸骨圧迫を中断します。傷病者に誰も触れていないことを確認します。充電が完了したら誰も触れていないことを確認してショックボタンを押します。ショックの後、直ちに胸骨圧迫を再開します。明らかに心拍再開と判断できる反応が見られたら胸骨圧迫を中止します。救急隊に引き継ぐまで諦めず胸骨圧迫と AED の使用を続けてください。